セブンティーン、48ミニアルバム、You Make My Day、カムバックフォトを公開、少年たちの昼と夜、写し。誠イコールプレディスエンターテインメントセブンティーンが意外な魅力で溢れるカムバックオフィシャルフォトを披露した。所属事務所であるプレディスエンターテインメントは本日、9日、午前0時、セブンティーンの公式 SNS チャンネルを通じて 48 ミニアルバム、You Make My Day の、setthesunver.sharp4、団体オフィシャルフォト2枚を公開し、カムバックカウントダウンに突入した。公開されたオフィシャルフォトで、セブンティーンは強い色の中で、13人の爽やかでシックな魅力を披露している。最初の写真には暑い夏の日、緑の自然の中でピクニックを楽しむ13人の少年が目、ふく笑っている姿を収め、見る人も気持ちよくなる爽やかな雰囲気を与えた。続けて2番目の画像では、まるで真昼のピクニックが終わったことを惜しんでいるかのように、ピカピカ光る照明の下で、グレーを帯びた目で感性的な表情を見、せたり、カリスマ性あふれる表情で正面を見つめるなど、様々な姿を見せるセブンティーンの姿を収め、昼バージョンとは正反対の魅力が感じられる。このように、団体オフィシャルフォトまで全て公開したセブンティーンは、カムバックに先立ちそれぞ、でメンバーの予告写真とユニット別写真まで公開し、様々な予告コンテンツでファンと交流している。特に、16日までカムバックを1週間前に控えたセブンティーンは順次トラックリスト、ハイライトメドレー、ミュージックビデオの予告映像など、本格的な音源に対するコンテンツを公開する予定で、爽やかアイドルを代表するセブンティーンのカムバックと、彼らが披露する 48 ミニアルバムのタイトル曲、どうしようが、ファンの好奇心を刺激している。セブンティーンの新曲、どうしようは7月16日午後6時、各音楽配信サイトを通じて公開される。